はいどうも、カードショップ山本への山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキこちらです。ラクロスブリーチということで、まあド派手にね、やっていこうということで、まあ動き派手なんですけども、まあ、そこに行くまでに負けてしまうっていうパターンがねどうしてもあるんで、まあ、それをなんとかね、不憫な悲哀の更新、規制性掌握、執念の特目もライフ回復でね、しのぎながら、なんとか、つなげていきたいなと、思います。さあ、それでは早速やっていきまーす。はい、プレイ。さあ、7枚で。キープ。さあ、かすめ取りからいきます。さあ、だぬーんときたか。それはかなり厳しいな。多元宇宙の突破は出せるけど、エターリはダメですね。サタック、ターン終了。さあ、大勝ち使っていきます。アタッカーのジンが出てくると、まあ詰むわけか。ターンもらいます。さあ、アタック。フォローかなんか構えてるんですかね。さあ、エターリ行きます。
何もできんかった。うせろ、厳しいな。ここでメイド明かりか。動きたい気持ちはあるんだけどね。さあ、お勝ち。さあ、これでターン終了。さあ、エターリ。そっか、そもそもエターリダメなんだね。忘れとったわ。しっかり忘れてた。さあ、ブロック。この状態で何をするのかなんか役に立つんやろ。アタック。まあ、なんか対処してほしいね。最後の決戦か。なんか初めて撃たれたかな。さあ、多元打ちの突破。エターリとジンでいきましょう。さあ、これは強い。何もできん。向こうに6がかかったんじゃなかろうか。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚デッキ。さあ、相手はイゼットだけど何のデッキでしょう。まあ、順調に土地が伸びてありがたい、ありがたいが、ちょっとそろそろハンドが
おお、創世記か。リセットアーティファクト。ここでドラコサウルス出したかったですけどね。とりあえずドラコサウルス、まあなんか打ち消しとかあるんだったらどんどん使わせていきたいね。おお、なるほど。これはなかなかやばい。まずいですね。ドラコサウルスがあっさり死んだ。もう何もできん。さあ土地来い。土地が来んかった。さあカルノサウルス、取り出してターン終了。参ったー。えぐい、意味がわからん。死んだやばい。はい、対戦ありがとうございました。対戦相手先行、結構微妙だけど、まあ行きますか。さあ7枚でキープ。さあかすめ取りからいきます。去年の特目で倒して殴っていく。さあ恐竜、ターン終了。タフ4は強いね。グリプシスレジェンズという感じですか。さあブロック。まあやったらよくしとこうか。さあ寄生性種枠と倒していきます。ターンもらいます。さあ不備な悲哀の更新、ややこしいのはさっさと倒していきます。さあこれでターン終了。
いやー、エンド時でいいか。さあ、大勝ち使っていきます。アカデミーナイフ、さあ執念の時に、さあターンを終了。タリを早く釣っていきたい。タリ釣ってきます。さあ大勝ち。さあギサ倒しに行きます。さあ、そしてチャンドラ、はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行、まあどうだろうね、規制性昇格しかないけど下手したら打てんけど、どうなんだろうな、これカウンターデッキ、グルールのなんかカウンターいっぱい乗せるデッキですね。さあ寄生性勝負、こっちが5枚まであるんでね、アルノサウルスは割と見えて、さあ執念の特目、ガンガン来ますね。ターン終了。まあライフ余裕あるんでね、これは大丈夫でしょう。さあ大勝ち。はい、タール。いやーこれは強いですね。さあ竹道の突破、カルノサウルスでいきますか。さあ発見後、はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。さあカスメ取りからいきます。さあ恐竜ターンシュル。これはブロックしていきましょうか。まあ普通に土地はもらいます。ターン終了。ホールか。まあ、片方吸っておきましょうか。どうしましょうか。ターン終了。まだちょっと相手のデッキがはっきり分かんないですけど、さあ大勝ち。ターンもらいます。まあもうちょっと土地が欲しいところかな。さあ多元宇宙のトップか。タリとモブニクシリスか。I don't need respect. Just obedience. サンドラに、あ、間違えたな。稲妻の螺旋先に行かんとダメでしたね。失敗したわ。あ、でもあんま変わらん。回復していこう。Go ahead. Plead for mercy. Let's go. さあターン終了。ほほ、家の焼き払い来た。びっくりしたもん。あーなるほどね。これでもチャンドラ残したいよな。チャンドラ残ったら同じ。さえたり。さあ大勝ち。ヨーコール。さあダック。ターン終了。さあこっからよ。おお、利用効果。マジか。チャンドラがやられてしまう。
まあ、しかしだよ。さあ、竹内の突破。サンドアニオブリックスです。さあ、どうしたものか。はい、大臣ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ラクドスブリーチということで、まあ、今回ね、ちょっとカルノサウルスとかも採用してみたりで、うん、またちょっとね雰囲気変えてみたんですけど、まあ動きがとりあえず派手ですね。本当に序盤ちょっとしのいで、そっから大きい動きみたいな、なかなかパワー化が叩きつけれて面白いんですけど、まああんまりこのなんか細かい序盤のこちょこちょした動きは苦手ですけどね、まあ、なんとかねライフ回復しながらしのぎたいなという感じで、結構しのげたんじゃないかなと思います。はい、まあそんな感じで、ブリーチ好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。